どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グルリ、インボーク。鈴谷十三の誕生日記念ということで、スペシャルガシャが来ていますね。こちらの、これなんだっけ、ウージかなんか忘れたけど、その、サブマシンガンをさ、グルに向けて撃って、まあ、これあれでしょ、なんか、グル対策用の弾でも入ってたんだっけ、わかんねえ。そんな設定あったっけ、忘れたけど、これさ、今出てる、このトップのこの十三より、時系列的には前だよね。うん、でも性能の方はどうなんだろう、ちょっと見てみようか。スキルが前衛にアタック180だから、これ金切ってさ何歩だったっけ、前衛に何歩か忘れたんですけど150とかだったかな、忘れましたね。まあまあまあ重ねていって、ブレーカーに対して 1.6 倍のダメージ、アタッカーに対して 1.6 倍かで、戦闘中アタックを1000アップ、うん、まあまあまあ、でもやっと操作官で全体攻撃、いないよね、今んとこ操作官で全体アタックは。まあ、やっていきますか。単発で10回ですね。ぜひとも引きたいんですが、前の十三を引いちゃったんでね、今回の十三も欲しいですよね。はい、安定のレア。10回しか引きませんよ。来週何が来るかわかんないんでね。ロードが入んなかったらもう来ないと思っていいかい、このこのガシャは、まあ、どのガシャでもそうなんだけど、なんかロードが入んなかったらさあんま期待値がない。3、次4回目。まあ本当に SSR の数増えてきたからなって言っても、まあピックアップ対象の確率は未だに 1% なんだが、どっかのね、最近出たソシャゲは SSR の確率 7% らしいですよ、5回目。やばくないね。俺これレア10回で終わったらもうこのゲームやめようかな。あ、ほんとによ。6回目。せめて SR。SR。あ、これ今何回目だっけ ?6 回引いたんだ、あと4回。いや、渋いですね、今回は。誕生日ガシャってもしかして闇？いや、昔から闇だったけど。昔から闇だったけども。今回特に闇。この十三。もしかしてこれもう単発機をやめろってことなのかな？ひどくないか、今回。さすがにテンション上げようにも上がらないんだけど。最後にちょラスト1回だけ言っとこう。さすがにね、これはね、ないわ。ああ。はい。もうやめよう。もうやめよう。もう引かない。もう引かない。もうやだ。もうやだ。はい。というわけでお疲れ様でした。十三の誕生日でした。また来年、このアプリがついていたら、引きたいと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。